はい、今ね、なんかエマイ君が、なんかマジでちょっと臭がって、今お風呂入れって言ったんで、今入ってるんですけど、上がってきたら、ずっと水虫っていうドッキリやろうか。はい。あいつを怒らせよう一回。さっきはほんまに臭かったからね。マジで臭かったから、風呂入らしてるから。ちょっと待とうか。オッケー、隠しカメラ設置します。匂い取れたっすか？匂い取れたっすか？匂い取れた。取れてないでしょ。何やの？指の間、皮むけてるっすよ。めっちゃ。水虫や。一回匂いかけて、違う感じますか？うん、かける。え、違う、俺にかかして、まず俺にかかして。風呂入ったら取れない。お前、そんなやり方すんの？どういうやり方？こう、上げてやん。じゃもう、ここ入って。待って、ここに触らして。行くで。え、でも、ジュクジュクや。何やねん、それ、ジュクジュク。バカにしてる。いや、バカにはするでしょ。ジュクジュク、水虫、ジュクジュクや。え、でも、ほんまに。ちょ、待って、もう一度書いて。俺、書く勇気ないわ。書き。お前、だって。だって、つけるとかやめてください。ジュクジュクやもんな。あの、めっちゃ酸っぱいっす。めっちゃ酸っぱいっす。え、風呂入ったのに。え、じゃあさっきよりはそらマシやけど、うん、え、ほんまにちょっと今上がってきてんね、風呂今上がったんだね。嘘やん。え、ガチっすね。もう、そんなに。だって指の、あのえ、ほんまにちょっと酸っぱない。酸っぱ。もう、普通に嘘つくやん、もう。なんか、そうじゃないっすね。ここの中に梅干し入れられたみたいな。もう、だいぶやんけ、それ。柑橘。さっきより超えてんやんけ。いや、さっき、もっとする。あの、爪のこの親指の間とかを洗ってないでしょ。洗ってない。親の爪の間ってこんなことはせ。じゃあ爪の間っすよ。ゴミ詰まってるじゃないですか。で、爪切ったら取れるもん。そのもう水出し。うわ、なんなんその。え、マジでなんなんてんぞ。めっちゃ怒当たり前やろが、もう。違う違う違う。怒ること。俺ら心配してんすよ。お前らもうその茶化しに来るやん、そういう悪いとこで。いやいや、茶化してないっすよ。いや、もう茶化してんの分かんねん。え、なぁ。いや、水虫は自分ないでしょ。いや、水虫なわけないやん。じゃあ一回来て。で、水虫やったら俺もう病院行ってるわ、マジで。だから行った方がいいっすよ。じゃあ知り合いに、ほんまに言ってんの。知り合いにおるんすよ、そういう水虫専門家みたいな人が。写真撮ってもいいっすか。その人送って、これ水虫じゃないかどうかを確認していいっすか。じゃあほんまにやめてよ。じゃあ、水虫専門家みたいな。いや、するわ、マジで。勝手に食ってます。うん、お前、金を払え。俺だるの。あるくんすよ。よっしゃ、100円儲けた。ちょっと、やばない。本人より先食って何も言うやん。でも、100円払うやからな。うん、別に100円払うんでいいし。100円払うんでいいっすか。何やるの。200円の儲けっすよ。もう、エマイ君が先食う。え、でも、それおかしいだよ。おかしいだけに。お前、それちょっとミスってんね。水虫だけに。ねえ、めんが。水虫はマジで直しましょう。うん、ガチで、それに関してのお金は全員で出します。3人で割り勘します。なあ、絶対直した方がいいもん。水虫って大人だったら死に至るっすからね。いや、子供でも死ぬから、水虫やったら。こんなな、すぐなるから、水虫やったら。一回見せまんって言ったら、写真出してもらっていいですか。いや、ほんまにバカにしといてるもん。いや、だから僕も嫌じゃないですか。その、床歩いて、僕らも映るっすよ。一回ちょっと、じゃあモナリザの足見して。まだ水虫なんかことあるの。俺、あんで。じゃあ、普通にあの、毛玉とかついてる。あ、でも分厚いわ、めっちゃ匂いだよ。ほんまに、嫌じゃん、匂いなんか見たのあるよ。それやったら嫌じゃん。なんで俺匂いだよ。全然ですよ。自分のも嗅いてもらって。いや、嗅がしてって言ったから。え、でも触るのは触る。いや、触りたくない。ちょっとプニプニして。ガチで現場の足かも出てるよ。現場の足。山ちゃんと同じじゃん。え、山ちゃんボロボロじゃないですか。じゃあ、いけさ、そろそろそろ、プニプニやねん。すごいね、なんか、水気が。で、その、足汗をかくっすよ。足汗かいてるから。で、足汗触ってるよ、お前。触ってって。見てください、僕、別に指の間とか何もなってないっすよ。うん、もないな。俺も僕から何もなってない。いや、えぐいでしょ。どこ軸じゃないですか。どこが、どこが、あ、もうなんか、どこが、ほら、何も言われへんやん、実際。適当に抜かすなんて、サブ。お前、適当に抜かすなって。結構ひどいです。爪が、風呂上がりに爪の間にゴミとか溜まってるのが。じゃあ、爪切った時に俺いつも切るやるの。髪の毛とかちゃんと拭いてます？拭けてます？
受けた時に。なあ、バカにしてるとかじゃないっすよ。マジでしてるんやん。いや、バカにしてはないやん。匂いがこれじゃモナリザの。なんでやん。モナリザの匂いで、それ反論的だよ。お前もやんって、マジで臭かった。ギスりたいと思うへんもん。俺らの匂いも変えて。いや、俺らの方がいいやん。なんで。だから触って。もう俺ら触って分かるわ。あ、もう臭い。お前なんか何回も触ったことあるだろ。ああ、匂いかね。だから俺、だからお前臭いと思ったことないって言って。いや、モナリザあるんすか正味。俺は自分で言ったことあるから。あ、今の曲、今臭ないですかって話して、はい、でから別に何しろ臭い時は臭いなとしか思えへん。前田臭いんでしょ。臭い時あった今まで。まあそれはあるよ。だって自分でも言ってたんやから。うん、いや、そんな歩きまくってさ、東京行って歩きまくって帰ってた時の足とか臭かった。あ、歩きたかったな、東京の時は。よかったな。一回ディアン書こう。でも、今やほんま風呂入る前にもっといいだった。ほんまにめっちゃ臭かったですし、今もちょっと臭いですよ。ほんまに酸っぱいんですよ。いや、マジです。え、マジで臭いっす、ちょっと。なんでそんな風呂上がりに頭ばっかかいてるんですか。かゆいですか。湿気になる、髪の毛が。え、湿気に、あの、熱気で髪の毛の中で。あ、ドレッドやから。そう、でもドレッドにしか分かんない。だって、お風呂前よりお風呂上がるのがめっちゃかゆくなる。これ、マジで。ドレッド、絶対出ないっすもん、俺。かっこいいと思うんですけど、もうそのデメリット多すぎでしょ。いや、デメリットは普通にマジで。だって普通の散髪やったらもう金かかれへんし、すぐ行けるし、すぐ乾くしっていう、そのマジでデメリットしかない。俺だって坊主にした時めっちゃ楽やと思った。坊主にした時に頭は水虫にならなかったんすか。ジラミじゃん、頭の場合。水ジラミっすか。水はないで。水が強すぎて、それやったら。お前どうした。いや、なんかこっちのことマジで嫌い。マジで嫌い。うん、うまい。マジで嫌いですか。マジで嫌い。教えた。もうバカにしてんけど、お前のツラ。うん、マジで甘いもん食いすぎてるから、じゃあ。あ、甘いもん足に良くないってよく言うっすね。まあ、良くも悪くもだけにね。良くも悪くも、どういうこと。痒いとこあるっすか、じゃあ。一回も足かいと思ったことない。直径なしで。俺、足こうやってかいてるとこ見たことないよ。あるっす。ないよ。あの、足の指、ようこうやってやってるっす。やってへんわ。めっちゃ痒いやろうなぁと思って。頭は、百歩譲って、あの、仕方ないなぁで終わらせれるっす。足のことは、だって、今やくずっと同じ靴履いてるじゃないですか。その原因あるんですよ。靴洗ったことあります？マジで。ないや。けど、もうほんまになんかさ、必死に理由見つけてくんな、猿が、マジ。マジでお前必死か。今めっちゃ怒ってるじゃないですか。けど、長いからね、お前。面白くないの。必死に。思んないの、マジで。いや、別に面白みを求めてない。いや、でも同じ靴っていうのはあるっすね、多分。な、まだ間に合うんすよ。え、マジっす、マジっす。助けてあげたいんですよ。そういうつもりで言ってんの、鬱陶しいみたいなのは、ちょっと。それは良くないですよ。だから、抜かすな。え、シャバやから、全然。シャバやねん、お前。シャバやったら、もう、薬変えるじゃないですか。ちょ、お前ら、ちょ、マジな話なんや、ちょ、聞いて。シャバはいいなぁ。ほんまにちょっと直した方がいいかな。ちょっと言い過ぎて、バカにしちゃうところはあったっすけど、僕もバカにされたっすもん。恥ずかしい気持ちは分かるんですよ。恥ずかしいとか悩むちゃうと思って。恥ずかしいから怒ってるんでしょ。いや、しつこいから。最初笑っててん。なんか思んないよ。人のも買っていくのに、さっき。久しぶりにイラッてしたもん、普通に人に対して。なんか長いししつこいなーって最初はなってたけど、おかしいってなったもん。何分とってます。回ってなかったっす。取り入れちゃうの。